野田康介は、熊本県八代市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は埼玉西武ライオンズの一軍、バッテリーコーチを務めている。ドラフト前から社会人屈指の大型速戦力保守として注目を浴び、新日鉄機密時代に渡辺俊介とバッテリーを組み、シドニー五輪に出場して話題となった。シドニー五輪では、 プロ枠で出場した当時中日に在籍していた鈴木文弘に正捕手を奪われたが同じ五輪代表に選ばれた安倍晋之助と共にチームを引っ張る存在として欠かせなかった。また同年の都市対抗野球ではベスト4となり社会人野球ベスト9捕手となった。ドラフトでは開始名での争奪戦が予測されたが入団前からのだと西武ライオンズとの 総始総愛ということで他球団に指名されず、2000年のドラフトで西武ライオンズから6位指名を受け入団。2001年は正保守伊藤金の存在もあり、一軍出場はなかった。2002年に初昇格すると、プロ初安打、初打点を記録し、控え捕手ながら33試合に出場。2003年は伊藤と細川徹の活躍もあって36試合に止まるが、 黒初本塁打を記録した。選手権コーチだった伊藤は、細川と野田の正捕手候補に二人に対して、二人は使わない。二人使うと二人とも死ぬと発言し、正捕手一人方式として育成することを明言した。将来は、背番号46の野田、47の細川の、どちらかが伊藤の背番号27を継承させる意思があったが、正捕手と背番号、 27は細川に受け継がれた。2004年に伊藤が監督に就任すると初の開幕先発出場を果たす。37試合の出場に止まるもののプレーオフでは第2ステージ第3戦で決勝本塁打を放つなどリーグ優勝に貢献した。2005年はわずか26試合しかできず、打率229に終わった。2006年も7試合の出場に終わった。 2007年は開幕一軍入りを果たし、8月22日の大福岡ソフトバンクホークス戦では初めて指名打者として先発起用された。出塁率は379を記録。2008年は開幕一軍に入れず、細川の活躍や上本達行銀、人道の抜擢もあって、一軍出場は9試合のみに終わった。打撃も打率111と、 プロ生活で自己最低の成績となったが、日本シリーズ出場選手枠の40名に選ばれ、全7試合でベンチ入りした。日本シリーズでは2試合に出場し、第5戦は9回表の守備のみで、第7戦は5回裏の守備から5番、保守で出場。守備では5回を完璧に抑え、打撃面でも、平尾博次の決勝的自打をアシストする死球を選ぶなど、活躍した。 アジアシリーズでも大打出場したほか、決勝戦では9回から保守として出場した。2009年は、正保守の細川が怪我で、長期離脱したこともあり、出場機会は、前年より増え22試合に出場。しかし、打席数は10と、大半が、銀、人狼、上本の守備固めとしての出場だった。細川の復帰後は出場もなく、打撃面でも、 プロ初の無安打に終わり、厳しいシーズンとなった。2010年は、プロ入り後最小のわずか5試合の出場に止まった。2011年は9月に入っても一軍出場がなく、右肩の故障も感知しないことから9月12日に現役引退を表明した。10月9日に、球団から戦力外通告が行われ、14日に正式に任意引退公示された。 2012年からは埼玉西部ライオンズのフロント入りし、編成部アマチュア担当となった。主な担当選手は福倉健太郎、山田春風、暮ネ年にはなど、2017年より2軍バッテリーコーチに就任した。2021年からは1軍バッテリーコーチを務める。ありがとうございます。